昨日から始まった大分市の夏の風物詩、大分七夕祭り。昨夜はメインイベントの一つ、府内パッチンが行われました。14基の勇壮な山車が次々と登場すると、沿道の見物客から歓声が上がっていました。祭り2日目の今日も市内中心部は多くの人でにぎわっています。セントポルタ中央町では出店が並び、訪れた人たちはかき氷を買うなどして祭りを楽しんでいました。この後午後7時から中央通りでは竹林林の披露などが行われます。